皆さんこんばんは、森有でーす。はい、前回に引き続きこのままで申し訳ないですけど、ごめんね、なんかこうボサボサで、私いつもボサボサなんですけどね、今日は皆さんからのファンレターだったりプレゼントだったりすべて紹介しようかなと思ってたんですけど、一人の子がね、すっごいいっぱい送ってきてくれて、それをね、ちょっと一個ずつ紹介したいなと思います。なんていうの、お酒だったりとかお米だったりとか、なんかすごい、とりあえず私やっぱ食べるイメージなんだろうね、すごいね、いっぱい送ってきてくれて本当ありがたかったんですけど、この段ボールがドーンって届いた時に、私オフィスの人に、え、これって何人分ですかって、で、要はね、いっぱいこうファンレターが中に入ってるのかなと思って、何人分ですかって言って、一人ですって言われて、これ一人ですかってなったものがあったんですよ。なのでこれ多分一個一個じゃないと動画のね、尺的に多分すごいみんなの紹介すると長くなるかなと思って、ちょっと今日は一個だけ、一個というか一箱分紹介したいなと思います。じゃーん、これ痛い、怪我した、痛い、これこんな感じです。ほらすごいでしょ、まず見えてると思うんですけど、メルタン、じゃーん、この袋の中にはなんかポーチだったり、キティちゃんの、キティちゃんと、あ、ミミィちゃんだ、ミミィちゃんとキティちゃん、ツインで入ってます。こう、おお、キティちゃんのキーホルダーです。このね、なんか袋にこうやって入ってるんですけど、その袋もキララちゃん、すごい、マジ女子力。そしてポーチー、ピアノちゃんとマイメロ、かわいい、いや、めっちゃかわいい、これ、うーわ、中もちゃんとポッケがあるやつ、いや、これめっちゃ使えますね、ありがとうございます、すごい嬉しい。そしてまだまだあるんですよ、まだまだ、キャンドルだって、え、嬉しい、ちょっと開けてみます。私お風呂でキャンドル炊いたりとか、アロマやったりとかするのがすごく好きなので、すごい嬉しい、ありがとうございます。じゃーん、これなんだろう、え、あー、クリスマスに送ってくれたんだ。じゃあこれ本当に受け取ったのがこの間で、クリスマスプレゼントですね。わー、ありがとう、すごいかわいい。これ何？え、ちょっと待って、本当に嬉しい、 T シャツだ、やば、マイメロ、マイメロデューの T シャツ、買ってくれたの、ありがとうございます。おお、コミック柄バニティバッグ、夢袋みたい、夢箱、なんかサンリオ夢箱もらったみたいな感じ、すごい、ほんと全部、ピアノちゃんだ、クリームケース、これちょっと欲しかったんだよね、ちょっとね、キンキンに欲しかったので、マジ助かります、ありがとうございます。そしてです、はい、バス、え、なにこれ、バス、バスフィズ、バス、バスフィズとバスパウダーとバスソルト、やば、うわー、もったいなくて使えない、このマイメロの顔したやつ、やばい。あ、これもちょっと封閉まってるんで開けないようにしよう。開けて一個だけカタカタって音がしたから、これだけ一個使わせてもらったんですけど、割れないよ、割れない、大丈夫。コットンポットっていうのがあって、これは今コットンを使ってます。はい、ほら、お化粧の、これは、これだけは最初に使わせてもらってました。はい、懺悔します。え、でも他はマジで見てない、本当に見てないんだけど、このコットンポットだけマジですぐ使う、速攻使った。はい、
これはね、これマジでやばい。じゃーん、じゃーん、今だけしか見られない40周年アニバーサリーデザインです。はい、わかりますか、これ。これね、これ本当にキキララちゃんの欲しかったのよ、メモリアルバースデーのブックなんだけど、あのムック本欲しかったんですけど、これね手に入らなくて、でアマゾンかなんかで買おうかなと思ってた矢先、ここにまさかこれが投入されているとは思わなかった。そう、あのコットンポット開いた時にこれは見えちまったやつ、見えちゃったやつですいやでもこれね、高まった、これ本当にやばいのよ。メモリアルだから、要はもう本当にこれ1個しかないんですよ。40周年だから、40周年の時にしか発売されないやつなので、いやー、これは高まるよね。あの、なんで私がピンクでこうちゃんが青かって、キキララのね色をやってるのだから、この後ろのこのわかるかすかな青、これとこれがピンクと青なんですよ。私はもともとピンクだから、まあ合わせるかって言ったら青みたいな感じで、キキララ色ってやってて、まあこうちゃんは青で私ピンクみたいな感じのやってるんですけど、これはね本当に今回のはマジで高まったやつなんで、ありがとうございます。いやすごい嬉しい。これは折り返し地点に来たので、段ボールにちょっと戻していきますね。ペーパー、すごい嬉しい。これさ、気になってたんだけどさ、このトイレットペーパー、柄もキティなんだ、やっぱり。うーわ、使えない、どうしよう、かわいい。そしてまだまだあります。マックのカバーがまだ見つかってないので、ちょっとカバーが見つかり次第早急にたくさん貼らせていただきたいと思います。トートバッグ、しかもキティちゃんの、え、かわいい、かわいいのよ、中が何よりもかわいいのよ。ものの最後、じゃーん、すごくない、マルチケース。これは私無駄な iPad を持ってるので、その無駄な iPad ではないように活用できるように、これに入れて活用して iPad を持ち歩きたいなと思います。いやこれマジで欲しかったの、てか欲しかったものしかなかった。本当に私なかなかね欲しいのっていうのを書いてない人だったんですけど、すごいありがたいです。これやばい、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、無理やりでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。そしてこんなにたくさんのプレゼントありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。多分視聴者さんからのプレゼントの動画は初めてかと思うので、過去はね、なんかそうだな、サンリオ系の動画出せておけたら出しておきます。はい、ということで、モリアリでした。バイバイ。